浜田山虎の子不動産です今日はバレエの練習場に来てます出会いのシーンさあやろうかと掛け声がかかりました、えー、熊川哲也日本を舞台にした作品は初の試みで今までで最も苦労したと熊川総監督は言っていますある晴れた日の美しさに心を揺さぶられ着手したもののバレエという用途 日本の和を融合する上での壁は想像以上に高かったバレエは外日本舞踊は中へと向き合う動きは基本的には真逆ですその上日本人の自分が日本人を描くことをものすごく重く感じていた吹っ切れたのは日本の形式美を無理してまで忠実に表現しないと心に誓ったところですまあそんな感じでいきましょう バレエでは通常使わない和の作品を要所要所で取り入れました。バレエ、オペラ、蝶々夫人、和に挑むでした。それでは、お先に失礼します。